こんにちは、シーバードです。今日はですね、シーバードのお話ということで、メジャーデビューのコツというのをですね、お話しさせていただきたいなと思います。自分はですね、もともとバンドでデビューをして、演者としての活動と、解散後はレコード会社で勤務させていただいておりました。で、一応演者と、あとはデビューさせる側のですね、立ち位置、両方とも経験しているので、そこの経験話を踏まえた上で、どうすればですね、メジャーデビューがしやすいかっていうコツをですね、お話しできたらなと思います。まずですね、メジャーデビューの定義をまず決めさせていただきますね。メジャーデビューというのはですね、通例といいますか、通常をメジャーレコード会社の流通に乗っているということを称して言われることが多いですというか、言われています。要はですね、メジャーのディストリビューション、メジャーレコード会社のディストリビューションを通している CD、細かく言うとメジャーレコード会社からのデビュー、大手レコード会社からのデビューとメジャーデビューっていうのは違いがあって、例えばメジャーレコード会社からのデビューというのはですね、ソニーであれば SMA ですね、ソニーミュージックアーティストに所属をしていて、ソニーから CD を出すと、 SME から CD を出すと、例えばポニーキャニオンで言うとキャニオンミュージックに所属してて、キャニオンレコードから CD をリリースすると、アイコさんみたいなパターンですね、というのがメジャーレコード会社からのデビューですね。このデビュー方法はですね、すごく狭き門です。言ってみればキャリア組というかですね、スカウトでお声がかかったりとか、あとオーディションで一番優勝するとかですね、そういったバックボーンが何かしらありますね。飛び抜けた才能を持ってる方々はこれ待ちで全然いいのかなと思います。でもただですね、待ってるだけではなかなかこうデビューの機会っていうのはないので、やはり自分からアピールしていくっていうのは大事なんですけれども、先ほどのメジャーレコード会社からのデビューとはまた違う形にはなるんですけれども、メジャーデビューという方法がございます。先ほどから定義というお話をさせていただいてるんですけれども、メジャーの流通ディストリビューションに乗ればメジャーデビューというふうな形になります。音楽業界の中にはですね、数あるプロダクション、中小のレコード会社であったりとかですね、たくさんタレントであったりミュージシャンが所属している会社さんがございます。で、一般的にですね、あまり知られてないプロダクションや中小のレコード会社にもですね、実は超有名人がいたりして、例えばスパイスレコードであれば、今ちょっと社名が変わったかもしれないですけど、オレンジレンジさんがいたり、あと有名どころで言うと、ウーロン社さんにはミスチル・ユズがいたりとか、あと最近で言うとラストラムには世界の終わりやヒゲダンリズムがいたりとかですね、一般的な形では例えばユズとかミスチルはトイズさんから出してるとか、あとヒゲダンだったらポニキャンから出してるとかっていうイメージがあるんですけれども、所属しているプロダクションは大手メジャーレコード会社じゃなかったりすることがございます。要はですね、中小のレコード会社やプロダクションでメジャーの流通網を持っている会社さんを探せと、これが最大のコツですね。ウーロン社さんであったりラストラムみたいな感じで、もう一発有名人が出ちゃうとちょっと応募が多数集まってきちゃうんですけれども、まだまだですね、こっから一発当てたいぞっていう風な中小のプロダクションやレコード会社はたくさんあります。そこに狙ってですね、自分の音源であったりとか動画であったりとかをですね、バンバン出していくということですね。で、なぜですね、中小のレコード会社がいいかっていうと、やっぱり大手のレコード会社よりも決済権を持っている人までの距離が非常に短いっていうところですね。これはですね、営業であったり、ビジネスの鉄則ではあるんですけれども、決済権を持っている人を狙っていけと、
ピンポイントで狙っていけっていうのがやっぱりですねコツですね。まあ、そこへ距離感が近いので割とこう行きやすいっていう部分が最大のメリットだと思います。じゃあそのプロダクションどうやって探すのっていうところなんですけれども、ミュージックマンネットご存知でしょうか皆さん。もともとは冊子だった、こんな分厚い冊子だったんですけれども、今はですね、ウェブ中心になってるのかな。そこにですね、プロダクションやレコード会社一覧がごっそりバサッと載っております。そこからですね、どういうアーティストがそこに所属しているのかとか、どういうレコード会社、大手レコード会社の流通網を持っているのかっていうところをですね、調べながら狙い撃っていくというふうな感じです。ミュージックマンネットにはですね、オーディション情報であったりとかもたくさん載ってるので、そこから行くっていうのも手ではありますね。ステップとしては、まず今のような形でプロダクションを探す。で、音源や映像を送ると。で、担当者と仲良くなって、ライブに来てもらって、ご飯とか飲みとかに行くような仲間になってもらうようにすると。大手レコード会社だと、決済権の方まで、距離が遠いっていうのと、あと、アーティストが多数いすぎて埋もれてしまうっていう部分がありますね。なので、中小で、本当、なんていうんですかね、家族ぐるみじゃないですけど、タッグを組んで、しっかりと自分を売り込んでくれる方と一緒にやれるのが一番いいと思います。昨今、ネット社会ではございますが、やっぱり、人と人とのつながりがあってこそデビューにつながっていくので、ウェブだけでの活動よりはですね、やはり現場ライブも行ったり、あとはですね、そういったレコード会社の方、プロダクションの方々とちゃんと話をして一緒にご飯食べに行ったりとかっていう人間関係づくりっていうのは非常に今でも大事だと思います。やっぱりデビューさせる側も可愛い子たちをデビューさせたいですよね。ルックス的にとかじゃなくて自分を慕ってくれたりとか、そういった子をこうやっぱり引っ張り上げたいなっていう思いますよ。人ですからね。とはいえですね、やはり日々の創作活動をやり続けてこそ出る結果だと思いますので、そこを基盤に創作活動をまずしっかりしていくっていうところは絶対に軸をぶらさないようにしていただけたらと思います。といった感じでですね、演者時代のお話であったり、あとはレコード会社時代のお話であったりとかですね、演者サイドと雇う側の目線で今後いろいろとお話をできたらなと思っておりますので、何か質問などございましたらぜひぜひコメント欄にいただけたらなと思います。 Twitter でも大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。